バレリー・エリアシュ・ラジコフスキは、ポーランド分割の間に活動した、ポーランドの画家、イラストレーター、美術教師、写真家。バレリー・エリアシュは、1856-62年の6年間、後のヤンマ・テイコ美術学校である、クラクフ美術学校にて主に著名画カブ・アディスワフ、ウシュ・チュ・キエビチのアトリエで絵画を学んだ。1866年に、ポーランドに戻る。 以前の1862年、1865年の3年間は、ミュンヘンで勉強を続けている。ミュンヘン滞在時に罹患したチョーチフスから回復すると、エラシュは、外国の圧政に対する、ポーランド人反乱派 RZD ナレットイジョンド、ナロドビに参加し、1月放棄のために、ポーランドへ戻った。クラックフへ戻ってからは、百七十二年、百九十一年の、 西安義ムナジウムなど周辺の美術学校で教弁を取った。エリアシュは教会のフレスコ画をはじめとして絵本や雑誌の差し絵、舞台芸術のための伝統的衣装のデザインなどを手掛けるとともにクラクフ、ワルシャワ、リビーブウィーンなど国を超えて展覧会を開いた。1873年アウトドア愛好家で登山家のエリアシュラジコフスキは現在のヨーロッパで 最も歴史ある観光協会の一つであるポーランド観光協会を共同創立した。また、タトラサンム役初の観光ガイドであるタトラサンム役ピエニヌイサンチシュツブニツァにおける図解ガイドを執筆した。前半はリトグラフとキハンガをベースに、後半には彼の撮影した写真も使用した編集になっている。1874年に2冊目のリトグラフ付きの 専門書、タトラ山脈をめぐるスケッチを、1901年には、クラックフの歴史的記念物についての詳細なガイドブックである、杉市クラックフを出版している。ありがとうございます。